ったの。あれはなかなかみんな知らん。外に写真がある。これね、先ほどの個人からする近くにレンガがあるんですけど、鳩田屋敷でもこの位置まで浸水。ここかな、街並みがまだ残ってるので、まあ、この調整されてるというか。はい、というわけで今日はね、東山に来てます。岡山の中区になるとこなんですけども、まあ、昔ながらのね感じがまだ残る、場所になってます。で、今日はですね、まあ、この辺をちょっとね歩いて、行こうかなと思います。本当にこの辺は昔からね、なんだろう、すぐ近くに旭川が流れてるんですけども、昔からね結構ね物流に関して結構盛んだったということで、まあ、この東山とかすぐ そこに京橋とかね、いろいろあるんですけど、やはり関西圏のね方にそういう品物をねこっから出してたとか、もしくはこっちにね持ってきたとかいう文化があるんですよね。ちょっと今日はその辺を歩いていこうかなと思います。はい、というわけでここお寺になるんですけど、この門がね、この岡山大空襲の時に、まあ、本堂は焼けてしまったんですけど、この門だけの柱の一部とこのシャチホコの尾が被害を受けたらしくて、まだそれは残ってるという場所です。この写真が出たの。 あれはなかなか見ない、知らん。外に写真がある。それはおかしいけど2、3人から撮ったんじゃ。あ、ほんまですか、わかりました。ありがとうございます。ここに教会があって、その教会のとこに大きな写真があって、それがなんか、岡山孤児院ですね。この場所に、昔ね1887年に、孤児院があったということで、この災害地とかからその孤児院、孤児の方がね、集まったということで、1200人を収容する大規模な孤児院となったって書いてます。これね、先ほどの個人からすぐ近くにレンガがあるんですけど、珍しいですね。あんましねこういうのを見ないんですけども、なんだろうな、なんだろうなと思ってたら、なんかあります。昭和9年1934年9月21日、岡山室戸台風により鳩田屋敷でもこの位置まで浸水。ここかな、このところ辺まで結構ありますね。すごいですね、ここまで水が来たっていうことですよね。それでまだ残されてるっていう、だからかなり古いのかなこちら。はい、というわけでちょっとね場所をまず前進しまして、ここはねちょっとおまんじゅう屋さんとか、まあ昔ながらの建物が並んでるとこです。中納言っていうところです。ここもね歴史が長そうです。
というわけで、旭川沿いに来ました。ちょっとね、なんか京都っぽい雰囲気でございます。で、ここはね、これ旭川の中心に中洲、東中島と西中島が存在するんですけど、こちらはね、東中島、昔は遊郭だったらしいですね。すごい栄えていたという、まあ、宿があったりとか、そういう遊郭の施設があったりとか、まあ、ちょっとお遊び場みたいな、昔の写真ではね、なんか新世界岡山っていうなんかアーケードみたいなのがあったみたいです。はい、じゃあちょっと東中島よりかは西中島の方がまだ痕跡が残ってるので、ちょっとそこを見ていこうかなと思います。はい、というわけで、まあ、このエリアなんですけども、まあ、昔の街並みがまだ残ってるので、まあ、この調整されてるというか、建物の高さとかもなんかそのいろいろと制限されている場所なんですよね。こちらが京橋です。で、昔はね、ここから船が出されて出ていたそうです。その下にね、杭が見えると思うんですけど、わかるかな、ちょうどすぐそこにポツンと見えるんですけども、まあ、ここが西中島の、外側の街並みです。結構ね、なんか昔ながらという雰囲気が残っております。で、こちら側が岡山の北区になります。はい、で、西中島入っていきます。で、ここに福なんとかって書いてます。なんちょっとね、読めないんですけども、昔の字かな。これもね、この先に宿があるんですけど、そこの関係の石碑というからしいです。これも町内中、ちょっと入っていきましょう。で、左手に見えるのが東、中島です。こちらが先ほどのね、石碑の建物になります。もうね、今本当に更地になってるね、とこが多いんですけど、当時はすごい栄えていたそうです。西中島遊園地なんですけどね、この前にね、聖火さんがあるんですけど、この壁面にね、ちょっと面白いアートが描かれてます。
じゃあちょっと進んでいきましょう。でこの目の前に見える京橋なんですけども、その奥に見える、まあ、対岸ですね、そこでなんかあの京橋朝市をやってるということですね。まあ、以前も何度か撮影したんですけども、いろんな、まあ、野菜とか魚とか、まあ、テイクアウトできるような食べ物が売ってあったりね、もう朝市ですね、大きな朝市があります。すごいなこれ、結構時代を感じます。まあ、当然あの人は住んでないとは思うんですけども、いやいやいや、まあ多分おそらく、うん、遊郭時代からあったのかなっていうような感じです。というわけで、京橋を越えての、北区です。京橋町です、一応一応的には。でこれまっすぐ行ったら新西大寺町商店街入ります。まあ、ここにもね昔ながらのお店が、大手まんじゅうのお店あったり、なんか仏具店とかいろいろあります。ちょっとねここも昔ながらの雰囲気が漂ってます。スナック街、こちらがオランダ通り入ります。この辺からねちょっと街感が出てます。千日前商店街、もう商店街っぽくないんですけど、
というわけでね、今日は、こんな感じで、ね、終わろうかなと思います。結構ね街の方まで出てきました。というわけでありがとうございました。このチャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。